はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルベージュです。では今回はステラリスガンダムモッドの続きをプレイしていきたいと思います。ここまでですね、他の国が2つ登場してきていて、地球連邦は他の国と同程度の大きさ勢力かなというところなんですが、1つですね、未知の国としてこのブレグラー、この星系に3個艦隊配置している敵対勢力がいて、ここがですね、艦隊の、いわゆる戦闘力を表す数字がですね、上から5800、9900。でも862っていうのはね、我々の艦隊でもどうにでもなるかなというところなんですけど、この上2つの艦隊と今の地球連邦軍の艦隊だと話にならないので、艦隊の増強を最優先にやっていきたいというふうに思います。では早速続きをプレイしていきましょうというところなんですが、一方でですね、画面の上、エネルギー通貨ですね、これが今マイナス8です。月マイナス8で、食料これが月マイナス1というところで、少しずつこの辺りの資源が減っていく傾向にあるので、ここもね、テコ入れをしていきたいなというふうに思っています。では早速時間を進めていきましょうというところで、まずは地表を開拓可能なところはすべて食料生産施設へと建て替えをしていきましょう。これ建て替えていかないと食料不足になって飢餓が発生してしまうんで、多少他の資源を潰してでも水耕栽培農場を作ってポップを手に入れておきたいというふうに思います。ポップじゃないね、食料。これは甲ウラキかな、ちょっと小さくて見づらい部分がありますけど、ここもリンゴ食料生産へと転換していきましょう。これで食糧難を脱したら、続いてエネルギーと鉱物資源、特に鉱物資源ですね。艦隊増強するのには鉱物資源が必須なので、他鉱物資源が建てられそうな大きいところあれば見ておきたいんですが、これで一旦食料は大丈夫かな。で、続いては、やっぱり何と言っても、鉱物資源を確保していきたいので、鉱物資源確保のための施策ですね。で、まずここはどうだ？採掘ステーションを建てちゃいましょうか。鉱物資源が入ってきたら。これでエネルギー通貨を獲得していきましょう。量産型ガンキャノンが完成したので、これで、お、ついにガンダムだね。ガンダム、正規のガンダム、プロトタイプではなくて RX782 なんで、これアムロがまさに乗っていたガンダムですよね。これを研究しちゃいましょう。で、コロニー船はというと、今、シリウス星系で入植中？いや、違うね。ちょっと確認します。少し時間が空いちゃうとすぐ忘れちゃうんだよね。いや、シリウス星系で今、入植中ですね。なので、このまま放置しましょう。あとは敵艦隊に備えたいので、イジャクス、ファクト、ピクサブ、地球圏か。
地球圏にいるこの第6遠征艦隊、まあ、ちょっと使い物にならない可能性が高いんですが、どうしよう、どっかに派遣しておきたいですね。この先のことを考えるとオラム星系あたりに移動しておこう。調査船が余っちゃったので、どこにいる調査船かというと上か。じゃあ上から順にプロジェクトをこなしていってもらいましょう。で、建設船がみんな今だんまりなんで、まずは建設船一つはターマナー、ここはエネルギー通貨と鉱物資源5、6と手に入るので、ここに宇宙基地を作れないか。今影響力が31しかないんで、これ60貯まるまで我慢ですね。じゃあその間に採掘ステーション建てていきましょう。鉱物資源の最大化がやっぱり一番のキーになるかなと思うので、そのために鉱物資源、あと今だとエネルギー通貨もマイナスなんで、エネルギー通貨がねきっちり手に入るところを優先的に対応していきましょう。で、今敵対艦隊がどこにいるかというとファクトか、まあ、ファクトには今第二遠征艦隊、これ今一番力を持っているこの艦隊が入っているので、ファクトに入ってきた海賊艦隊、これは第二遠征艦隊で撃退できるでしょう。大丈夫だね。じゃあ時間を進めていきます。いやー、分かってるよ、分かってるんだけど、アラマシ共益連邦、私たちアラマシ共益連邦、平和的国立孤立と個人の自由の原則に基づいて建てられた国です。今の政府主犯である首相リベリーズ・カー・ファーゲスは私たちに構わず、これらの勢力圏外であなたがご自身の非道な異星人風政策を遂行されるよう求めています。と、まあ、特に今すぐ敵対しようという感じではないですね。これでただ一気に影響力が74まで増えたんで、これを使っていきましょうというのと、あと並行して、どうする？今だと、ガンダム、ガンキャノン、ガンタンクという一通りのモビルスーツは開発ができたので、どうしますかね。あ、ジムか。ジム欲しいな。ジムまでやっちゃいましょうか。アーリータイプのジム。ここまでやっちゃいます？ここまでやろう。本当はね、もうモビルスーツばっかり研究してると、他の研究が遅れていってしまうので、どっかでねモビルスーツ研究競争からは離脱したいなと思ってたんですが、ジムまではやっちゃいましょう。で、今のうちにちょっとね影響力が使える、今のうちにこのターマナーまで進出しちゃいましょうか。鉱物資源が不足しているので、鉱物資源がね一旦完了したらやっていきましょう。第二遠征艦隊がちょっと待って、結構ボロボロになってるじゃん。第二遠征艦隊どうした？一番力を持っていた第二遠征艦隊が結構ボロボロになってるな。そんなに強かった？敵艦隊あまり気にもしてなかったんだけど、いやー、これやられちゃったんだな。そしたら至急増援の艦隊を送らないといけないな。今ファクトに一番近い味方の艦隊は第一遠征艦隊、これをファクトに送ろう。まあ、持っててくれればいいなという感じだな。それまでまさか第二遠征艦隊がやられるとは思わなかったですね。第二遠征艦隊にはグレイファントム配していたので、少し
甘く見てたのかな。まあ、ちょっとこれは第1遠征艦隊で迎撃してもらいましょう。少し痛いけどしょうがないな。で時間をまた進めていきます。でその間にちょっとね、新しい設計もしていかなきゃいけないなということで、ホワイトベースをね、いよいよ立てていきましょう。建造していこうっていう感じかな。でモビルスーツは、まあ、ガンダムでしょ。まずはガンダム搭載するモビルスーツの話ですね。あとはガンキャノンで、ちょっとガンタンクはね、この量産タイプしかないんで、ここまでかな。で出力不足か。ちょっとじゃあ対空砲1個削る。あとはシールドも1個削っていこう。いやシールド削っても意味ないの。だったらシールドはやっぱつけたいよね。そういうこと。ガンタンクが結構重いんだな、こうやって見ると。しょうがない、ボールで我慢するか。ここはね、民間ステーションが破壊されたという、アノマリーを発見したで、来てるけど、一番艦隊が到着するのを待つしかないので我慢しましょう。敵艦隊は今どこまで行った？敵艦隊は一旦消えた？ファクトから。やってくれるな、それにしても。これでジムができたので、今度こそ本当にね、変えていきましょう。駆逐艦、いやー785G5 ガンダムだね、いわゆる。やりたいけど、まあ、ここは成型軍港を先に入れておきましょう。いや駆逐艦の戦隊1プラス200もでかいな。こっち先にやろう。第二遠征艦隊がボロボロになっちゃったからな。あとはこのフェーディマー、パラワー、さらにニートリーズ、この3つの星系を資源採掘星系っていう位置づけにして、鉱物資源を大量に獲得していきましょうか。ブラックホールがあるんだな、このヘブンズゲートは。まずはそしたら第一遠征艦隊が今一番敵対勢力と最後に艦隊戦を行ったファクトに入っているので、ファクトでいざ戦闘がもう一度起きてもいいように第一遠征艦隊を最優先で増強していきましょう。第一遠征艦隊を選んで艦隊艦で、今だとコルベットが6隻、ボール、ガンタンクが4隻、2隻という艦隊なので、ここにホワイトベース、これを一気に投入しよう。で、ホワイトベースだけだと心配なので、ちょっと待ってね、ホワイトベースだと、
宇宙軍の許容量が一気に超えてしまうわけだ。ってことは、どうする？いや違うね、これは宇宙軍の許容量を超えてるというだけの話なんで、第一遠征艦隊自体は全く問題ない数値だね。なのでここにやっぱりホワイトベースとコルベットを増強しよう。に駆逐艦も2隻つけて、これでそれなりの力にはなったんじゃない？これを最優先で増強していこう。まずはここまでですかね。で、影響力が溜まってきたら、ニートリーズに入りましょうか。ニートリーズだね。さあ、敵艦隊だ。これはどこだ？財布。405。財布にいる405か。これはじゃあファクトから艦隊を移動しよう。ブライトさんに海賊艦隊を叩いてもらう。で、調査船だね。調査船、調査船が余っちゃってるんで調査船を使っていこう。今この第一遠征艦隊がやられるとかなりの痛手になるので、第一遠征艦隊は何としてもきっちり敵を撃退してもらいましょう。よし、これを撃破。全く問題ないね。財布は問題がなかったので、一旦第一遠征艦隊は財布に留め置きましょう。できればね、このファクト、財布、この辺りに惑星があれば軍港を作りたいんですけどね。今だと軍港があるのがソルステーションのみなので、ソルステーションから遠いこの財布、ファクト、この辺り防衛するために必要となってくる拠点が欲しいなぁというところなんですけどね。ニートリーズ、パラワー、フェディマー、ここまでは採掘ステーションを最優先で作っていきます。で、シリウスはもう半分入植が済んでいるので、もう半分経てば新しい惑星確保できますね。まあサイド3がね、惑星扱いになっているのもどうなのかなっていうのがあるんですが。
して第一遠征艦隊の方は増強していきたいので急いで増強しましょう。第四遠征艦隊を一旦財布に移動しよう。で逆に第一遠征艦隊傷ついてるので一旦地球圏に戻してあげて、修復ですね。でアップグレードもしたいな。アップグレードしちゃおう。でエネルギーがまたマイナスになってくるのは、ニートリーズ、パラワー、フェディマー、この辺りを採掘成形に見立てればプラスにまた変えることができそうなので一旦はこのまま放置で大丈夫かな。まあ微妙に少しずつね資源取り逃しているところはあるんですけど、最優先はやっぱりどう見ても鉱物資源なので鉱物資源最優先でいきます。建設完了したで、アノマリーを発見したで、建設完了したで。ヘンセドンも鉱物資源はそれなりにあるけどやっぱり美味しいのはこのパラワー、フェディマー、この2つの成形ですよね。これだけで14合わせて、これは本当に美味しいのでここは最優先ですね。第二遠征艦隊がボロボロになっていて今まともに戦えるのが第三遠征艦隊、これピクサムにいる第三遠征艦隊だけだもんな。いや第一遠征艦隊やっぱり早急に増強していってあげないと危ないですね。ホワイトベースを入れていってあげたいけどな。まさか第二遠征艦隊がね、やられちゃうとは思わなかったからな。アノマリーを発見したで。今選挙に影響力を使う余裕ないんでね、ちょっとここは無視しましょう。さて続いてだな、社会学系の研究枠何を使うかなんですが、生態研究か。危険な原生生物の排除、まあ、これも欲しいといえば美味しいんですけどね。いやー今どれが優先的に欲しいかというと、タイル除去する？
入れますか。ちょっと時間がかかるのがもったいないけど。さてと、海賊を確認。どこの海賊艦というと、永遠の地平線星系か。ってことは永遠の地平線星系に艦隊を送り込まなきゃいけないな。今まともに戦える艦隊、第4遠征艦隊は財布方面へ移動中。第1遠征艦隊ぐらいだな、動かせるの。第1遠征艦隊はどこまで来てるかというと、アルファまで来ている。しょうがない。第1遠征艦隊は目的を一旦永遠の地平線まで移動させよう。これで先制攻撃して海賊船を先に叩いちゃいましょう。シリウスに来たが、なんかそんな予感もしたんだよな。そうすると敵艦の852、結構重たいな。今852と戦えるのはやっぱりこの第一遠征艦隊だけなんで、これシリウスに急いで派遣しましょう。キャムスリーに移動ってことは、第一遠征艦隊をそのままキャムスリンに移動させよう。これは徹底的に追撃して倒しちゃいましょうね。結構海賊船の、まあ、動向を確認してから海賊船が動き出すまで時間が短いので、見つけたらすぐに最寄りの艦隊を動かさないと結構ね手遅れになるケースもありますからね。975まで増えてるな。急いでキャムスリーに移動だな。アノマリーを発見したで。今シリウスまで艦隊が進んでるので、シリウスの次ですね。キャムスリにいる海賊船、でシリウスは入植が完了したね。でキャムスリンだな。キャムスリン、キャムスリンに第一遠征艦隊が到着したときにこの艦隊を倒せるかどうかに全てがかかっているな。
よし。まあ、ちょっとダメージが出ちゃいましたけど、急いで採掘ステーションを立て直して増強しましょう。そしたら第一遠征艦隊は一旦修理に予定通りいたします。いや、ここは鉱物資源500獲得に走ろう。鉱物資源500が優先だ。最優先ですね、最優先。エアスターズもなかなか資源は豊富な量持ってますね。これを見るとエアスターズ通貨が8位、鉱物資源が6。であとここだな、ポーエタラーもなかなか悪くない。オプレオンも悪くないね。これ右上の方にやっぱ行くべきだったんだな。最初ね、下へと進んでいっちゃいましたけど、そうしたら鉱物資源がもうちょっとね効率強く入ってきたのかなというところがちょっと惜しまれるかな。船のアップグレードが完了したで。そしたらちょっと第6遠征艦隊はもう解体しちゃおう。解体して
軍港の容量を上げよう。これでもまだか。そうすると第二遠征艦隊、いやーどうする？ちょっと軍港自体の拡張も入らないとまずいな。ホワイトベースが一向にね、建造されてこないんで。さてと、そしたらここには第一遠征艦隊を急いで出そう。増強したばかりだけど、急いでね、バランダーズスター星系に派遣して敵艦を。早いな、研究ステーション破壊されるの。よし、影響力28、この28は大きいね。Dismiss and assign idle governors, scientists, admirals, and generals.
敵艦隊がいるか。ここは永遠の地平線にもう艦隊を送って始末しよう。完全に本当にね、そろそろホワイトベースを設計したはいいけど建造に入りたいので、鉱物資源を、まあ、2000まで貯めていきましょうか。一向に2000貯まる気配がないですからね、このまま。エネルギー通貨のマイナスアバも少し大きくなってきちゃってるので、オプレオンだな、オプレオン。このオプレオンを開発できればエネルギー通貨がプラス10、さらに鉱物資源がプラス9ということで、だいぶ財政面のエネルギー通貨と鉱物資源のプラスアバが上がりますね。影響力が今34なので、これが60貯まったらオプレオンへと進出を開始しましょう。で、クサドラ、エアスターズ、この辺りが鉱物資源が多いので、
まあ、狙い目になりそうですね。アノマリーを発見したで。ようやく鉱物資源が1000超えか。倍の2000必要になってくるんで、倍の2000貯めてさっさとやることやりたいけどな。ホワイトベース2185の鉱物資源が必要になるっていう話で、もうちょっとですね、今1400、もうちょっと我慢しましょう。なんとかね、ホワイトベースが完成するところまで長引いちゃうんですが、進めさせていただきたいなというふうに思うので、もうちょっとねお付き合いお願いします。アノマリーを発見したで。
そうか、ここがあれだな、飛び地になっちゃうんで影響力がプラスで必要になっちゃうんだな。となるとヘブンズゲート、ここにまず前線を広げなきゃいけないわけだな。急いでヘブンズゲート進行したいけど、順番で言うとここに行くよりはどうだろうな。ここの調査を終えなきゃいけないわけでしょ、先に。これ今調査船無駄に余裕がない状態を作り出してしまったんで、一旦放置せざるを得ないかな。アトミー行く、アトミー押すか。いやーヘブンズゲートだな。中軍の許容量プラス30はめちゃくちゃ欲しい。すぐにやろう。199ヶ月かかるけど。でここはNT-1RX 作りたいけど、普通に考えたら核融合ミサイルとかプラズマスラスター作った方がいいよね。さてと、統合クタクノル公国、まあ、ここはとりあえず何もなかったことにして先に影響力を確保させてもらいましょう。で、あとはプラズマ投射砲もしくはディスラプター、
アクティブ防衛センチネンタル対空砲。センチネルでね、センチネンタルになっちゃダメだよね。どうしようかな。まあ、ここは無難にプラズマ投射法を研究しとく。で、領域拡大が可能になったので、ちょっと残しとこう。やっぱヘブンズゲートをしっかり回収して取り入れてからの方が効率がいいよね、どう考えても。ビシーも欲しいけどな。整形調査完了したで。ヘブンズゲートはやっぱり大したものはないか。そしたらオプレオン、クサドラーと進めば鉱物資源が一気に17、エネルギー通貨も一気に膨らんでくるんで、だいぶ財政面資源面で好転しそうですね。これで第一遠征艦隊にホワイトベースが入ったはず。入ってますね、ホワイトベース。じゃあさらにこの第一遠征艦隊を5000ぐらいまで増強していきましょう。もうちょっとね、ちょっと長くなってるんですが、進めさせてください。
商業ギルドで、これも特に何事もなかったようにやり過ごしましょう。さて、ではちょっとホワイトベースの様子を見て終わりにしていきましょうか。一応今ホワイトベースとしては、ガンキャノンにボールを乗せているという状態ですね。で、攻撃力が342なので、これどうなんだろうね。342っていう数値は他の艦隊とかに比べて微妙といえば微妙だけど、ガンキャノンがねめちゃくちゃ強くなってたはずなんで、第一遠征艦隊にもうちょっとね増強をかけていってあげたいんで、やっぱり鉱物資源をもうちょっとハイスピードに回収していきましょうかというのが一つの課題かなというふうに思います。ではね、ちょっとダラダラとだいぶ長くなってしまいましたので、一旦今回はねここで終わりにして、次回またこの続きをプレイしていきたいなというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。